放送中の TV アニメ捏造トラップ NTR より第4話のあらすじと先行場面カットが到着した。捏造トラップ NTR は児玉直子さんがコミックより姫はじめ銀社で連載中の漫画作品を原作とした TV アニメ。初めて恋人ができた岡崎由真とその幼なじみの美少女水科蛍、二人の彼氏持ち JK によるユリを描く。総監督は平沢久義さん、キャラクターデザインは川島勝さん、脚本はワーズインステレオタイムズ内堀雄一さんで、アニメーション制作はクリエイターズインパックインク。RR 2017夏アニメ一覧公開、7月26日水曜日より順次放送となる第4話ヘリプ私も浮気してるしのあらすじと先行場面カットが到着したのでご紹介しよう。あらすじ継承略トラップ4ヘリプ私も浮気してるし武田とスノーボードを楽しんだ後ホタルの姿を探すユマ。突然女子部屋から出てきた藤原に戸惑いながら部屋の中のホタルの姿に困惑。その衝撃的な姿がちらつき武田との仲もうまくいかず旅行が苦い思い出に。そして新学期藤原の噂を聞きホタルに事実を問うとホタルから思わぬ答えが。放送配信情報 TV アニメ捏造トラップNTR 東京 MX1 毎週水曜27:40、東京 MX2 毎週火曜25:35、 BS11 毎週金曜27:30、 AtX 毎週水曜20時リピート放送あり、 ABEMATV 毎週水曜日23時30分、7月5日より毎週水曜20時